はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の証明丸3をお送りします。で、これでね、不等式の証明も3本目、前回は1問しかありませんでしたが、今回はね、また違うタイプの問題を2問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと問題確認してもらって、分かんなそうなのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は、まあ、両方とも、あるね、1個ボンと問題があって、こう共通してる、まあ、解く感じになるんですが、まず、両方共通して書いてある問題として、A 大なり0、B 大なり0、つまり A と B が正です。の時に次の不等式を証明しに行きます。で、また両方ね、イコールが入っているので等号が成り立つ場合も調べるという流れですね。で、今回これ2問並べてるんですが、全く同じ技を使います。で、ちょっとこの技を使うんだけど、ちょっと応用的な感じ、こっちの方がね。で、まずこっちから行きますが、これですね、何をするかっていうと、まず1行目書くことがあります。これはですね、よくパーツって言い方をしますが、こうやってね、ほにゃららプラスほにゃらら大なりイコールなんとかになってる時、まあ、特にルートがある時なんだけど、こっちはルートないけどね、時にこの2つのパーツが正であれば発動することができます。 3a、 これ今 a が正なんで当然正です。 3a もで a 分の5、これも正になります。 a が正だからね。で、これを書いてね、この条件があるのであるものを発動する。で、何かっていうと、これ日本語でね、書かなきゃいけないんですが、ちょっと長いんで待っててね。相加平均と相乗平均の代償関係よりと、いいね、相加平均と相乗平均の代償関係っていうものを使うんです。いいね、まあ2が、まあいいか、代償関係2より、代償関係より、いいね、どっちもいいね。で、これを使うと。で、実はですね、俺この呼び方、自分が現役の時違ったんですよ。自分の時相加相乗平均って言ってたんですけど、今ね、教科書とかワークがこう書いてあるんで、ちょっとこっちに合わせてあるんですが、相加平均と相乗平均の代償関係より、これね、書くと何が書けるかっていうと、まず今2つのパーツがあったでしょ、それを足したもの、つまりその元々と同じだよね。この2つのパーツを足したもの、大なりイコール2ルート2つのパーツをかけたもの、これが成り立つんです。いいね、これ必ず覚えます。相加平均と相乗平均の代償関係、まず最初に2つのパーツが正ってことを書く。で、言葉を書く。そしたら2つのパーツ足したもの、大なりイコール2ルート2つのパーツをかけたものです。いいかな。本当はこの下に2分のってが来てるのが元々なんですけど、ほとんど使うときこのパターンで使うので、パーツを足したもの、大なりイコール2ルートかけたものです。いいね。で、これもここ計算しなくていいから、ルートの中身だけ計算するともう A 約分します。そしたら3を15で15が残るでしょ。だから 3A プラス A 分の5、大なりイコール2ルート15となって、もともと言いたかったものが出来上がるんです。だから完成、証明がね、というのが相加平均と相乗平均の代償関係です。で、これ使うときは必ず等号成り立つ場合調べなきゃいけないので、で、調べ方なんだけど、これもね、覚えちゃってください。で、等号が成り立つのはでいいか、のはこれはですね、等号成り立つのは、今2つのパーツって言い方をしたでしょ、成り立つのはその2つのパーツが同じになった時、つまりイコールね、の時なんです。これを覚えます。2つのパーツが同じ時の時、つまり、これ暗算しちゃっていいかな。これ解くと、つまり、
これ A が正だからって考えてまずいね。 A が正だから A イコール3分のルート15かな。の時である。まあ時でもいいかね。よいしょ。こんな感じで証明が終わりになります。ちなみにここなんですが、一応やろうか。両辺 A をかけると 3A2 乗イコール5になります。両辺に A かけたんだよ、これのね。 A が消えてこっち A が増えるからね。で3で割ると今度 A の2乗イコール3分の5になります。で A を外す、2乗を外すと A イコール2乗を外したらプラスマイナスルートがつく。で一応ルート3分のルート5にして有理化するとプラスマイナス3分のルート15になります。で、プラスマイナス。ただ、今 A が正って言われてるから、負の時は書いちゃダメです、答え。だから、A イコール3分のルート15という流れになってます。ちょっと消しちゃうね、これは。まあ、定期テストにはもう必ずっていうこと出されるよね。ここがテスト範囲ないですから。相加相乗、相加平均と相乗平均の代償関係。ね、つい言ってしまうんですけど。では2番いきましょう。でこっちはですね、パッと見これ使う感じはしないんですが、これ使っていきます。でまずやることは左辺を計算します。先にいいね。で2番、これもね入るかな。いきますね。左辺イコール、これも全部掛けするしかないんでここ掛けます。そうすると2掛けるとプラス b 分の a かけるとプラス A 分の 4B、 ここかけるとプラス2になります。つまり4プラス B 分の A プラス A 分の 4B となるんです。いいね。でこうした後にこの A 分の B 分の A と A 分の 4B、この2つをパーツと考えてこれを使っていくんです。これを使っていく。で、なんでそうやるかはちょっと後ほど説明するのでまずやらせてください。で、これをね、相加平均と相乗平均の代償関係使うには、そのパーツが両方正って書かなきゃいけないので、まず B 分の A。これ必ず正です。なぜなら A と B が両方正だから。で、A 分の 4B ももちろん正。でなのでちょっと同じくね書きますよ。相加性かんだ相加平均だねと相乗平均の代償関係よりだね。より今ちょっとこの4無視します。この2つのパーツで考えているので左のパーツプラス A 分の 4B 足したものね。大なりイコール2ルートパーツをかけたものをルートの中にぶち込んでください。でそうして中計算するとこれね綺麗に消えるんだよ。 A と A、B と B って。でルート4になります。でルート4は2でしょ。つまり B 分の A プラス A 分の 4B が4になります。こっちが2がもともとあってルート4で2が出てくるからかけて4ね。でこれあと何するかというとこれいろいろ書き方あるんですけど、これ両辺左辺と右辺に両方4足してください。4をそうすると左辺4足すと単純に4プラス B 分の A プラス A 分の 4B です。で、正のものを両方に足してるから符号絶対変わらないです、これ。符号じゃねえや、ごめん。向き変わらないです。で、4に4足すと8になります。で、ここで注目なんですけど、もともとこれ左辺今ね、何に合わせたかっていうと、ここに合わせたんです。このパーツで始めちゃったんで、4がないと困るでしょ。だから4足したの。で、これってで、今これと一致してるでしょ。で、これってもともとこれでしょ。つまり、これ、大なりイコール8になってるんです。ね、ゴールにたどり着いた。だから、
これで、元々のね書きたかった A プラス B で括弧のあ B じゃないもうね 2B だ A プラス 2B そして A 分の2プラス B 分の1大なりイコール8とね、これを言うことができたと。で、あとは統合です。で、統合に関しては、統合が成り立つのは、これ途中で相加平均と相乗平均を使った時のパーツが同じになればいいんです。で、今パーツはこれとこれでしょ。だから、B 分の A イコール、A 分の4B です。この時に。で、これがどの時かっていうと、これ計算するか。で、まあ、つまり、先に答え書いちゃおう。計算後でやるね。つまり、これね、解くと、A が正で、B が正より、A イコール 2B の時であると。これが答えになります。でもね、まあ、自分がさっき解いたやつを見ちゃってるんですけど、結論はこうなると。で、なんでこうなるかっていうと、まずここ計算しようね。で、これよく俺、分数イコール分数の時、×掛けって使ってしまうんですけど、両方0にならないから。で、×で掛ける、A と A、掛けると、A の2乗でしょ？イコール、こっちの×を掛けると、4B2 乗になります。いいね。で、さっきと同じように、A イコールにしたいから、2乗を外すために、A イコール、プラスマイナスルート 4b2 乗になります。で、 4b2 乗っていうのは 2b の2乗だから出てくるルートの外に a イコールプラスマイナス 2b です。で、さっきも言ったように a と b 両方今正なんだよ。だから例えば b に正が入るでしょ。 b が正なんでこの 2b の部分は正です。2と正のものかけてるからね。で、そこにマイナスが来ちゃったら、A がマイナスになっちゃう。困るんだよ。A プラスだから。だから、これ、マイナスが答えとして不適用になるので、答えは A イコール 2B、この時だけであるというふうに書いてください。いいかな？ちょっとこれ多分見づらくなるんで消しちゃうね、ここは。といった感じになります。いいかな？では、今回は高校数学数2の不等式の証明丸3をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、もう一個だけ不等式の証明取るつもりなので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。